今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。今回は少し変わったテーマになりますが、購入したキャンプギアは一度必ず自宅で開封して自分なりに使いやすいように改造しておくという作業をご紹介します。一つ目に紹介するのはドンキホーテで買ったメッシュ焚き火台です。ユニフレームや富士見産業、ヨーラーやバンドックにモンターナなどすでに多くのキャンプ用品メーカーから発売されてある商品なので焚き火台の説明は省略します。写っているドンキのメッシュ焚き火台はバンドックやモンターナと違いフレームが分割できず収納性が悪いので早速 DIY で改造したいと思います。ちなみにこの焚き火台を買った理由は調理とかしないで純粋に焚き火の炎だけを楽しみたい時にベストだと思ったからです。火床がメッシュで通気性が良いのでよく燃えますし長い薪を自由な方向にくべることができる折りたたみ式焚き火台となると種類は相当限られます。40センチある広葉樹の焚き火でも一番簡単な扇形に組むことができます。扇形は手前と奥で温度が変わるので調理には都合よい組み方です。また井桁形に組めば炎が素早く全体に回るのですぐにキャンプファイヤーみたいに燃え広がって楽しいし、井桁形で燃え広がった薪をベースにすればそこから円錐形に組むのも簡単で、円錐型は炎の形が一番かっこよく燃えるので焚き火ストにはたまりません。このように薪が自由に組めてコンパクトになるメッシュ焚き火台は良いのですが、購入したままの状態だと収納しても60センチもあるので外に持ち出すのが億劫でした。そこで今回は長いフレームを2つに切って収納できるように自分で魔改造してみることにします。この焚き火台のフレームは外径が約12mm、内径が約 10mm のステンレス製です。加工といっても難しいことはせず、フレームの真ん中あたりをディスクグラインダーでスパッと切断するだけです。少し前にグラインダーの刃を新品に変えたので、とてもよく切れます。一気に4本ともカットしました。フレーム棒の内径が約 10mm なので、M10V が使えます。正確には M10V は太さは 9mm ぐらいですが、細かいことは無視します。カット後は豪快にバリができるのですが、これも手抜き工作なので、グラインダーでそのまま切断部分を鳴らして終わりです。150円ぐらいで買ってきた長い M10 のボルトを4等分にカットします。結果的に1本あたり7センチぐらいになりました。この時に少しコツがあるのですが、ボルトをグラインダーでカットすると、切断した部分でネジの溝が潰れるので、ナットが入りにくくなることがよくあります。したがって面倒くさい手順を省きたい場合は、あらかじめナットを必要な場所に配置した状態で切断するのが楽ちんです。それでも、ボルトも切断面は荒れてバリができるので、少し鳴らしてやる必要があります。これで4本のボルトも完成です。では早速仮組みしてみます。DIY 工作をしていて、一番ドキドキする楽しい瞬間です。ドックン、ドックン、ドックン。見事にジョイント部分ができました。強度も手で押さえた感じだとうまくいきそうです。それでは、ジョイントから上の部分を芝生の上で組み上げてみます。網をクリップで留めてみます。大成功です。これなら収納性も良いので、次回のキャンプに連れて行って、豪快な焚き火を楽しめそうです。では、片付けてみます。写っているように、分割したフレームは、固定された足と足の間に差し込んでやると、ちょうど正方形の形にまとまりました。随分コンパクトになったので、我ながらびっくりしました。というか、収納ケースが長すぎて邪魔です。工作前は全長50センチあったのですが、30センチになりましたし、なんと、缶ホルダーに収まるぐらいコンパクトになりました。ここまで小さくまとまると、持ち出すのが面倒くさいという感覚はなくなります。ということで、メッシュ焚き火台も、これで実践投入できる状態になりました。
めっちゃ綺麗や。続いてはワークマンで買った外のライター、フィールドライターターボです。感じよいサンドカラーとターボ仕様、そして299円という値段で買いました。これも使い始める前に一作業します。まずは開封します。普段は岩谷のライターマッチがメインですが、寒い冬になると風に強いターボ式ライターを使いたくなります。ちなみに炎の様子はこんな感じです。少し赤い炎に見えますが、使い捨てのライターでもターボの勢い自体は問題なさそうです。このライターを実践投入する前に猿がする作業は完全に自己責任なので、良い子は決して真似しないでください。使い捨てからガス注入式に魔改造します。このライターはお尻のプラスチック部分をよーく見ると丸い印があります。そうです、これが穴を開ける位置です。なんてわかりやすいんでしょう。最近よく登場するハンドルウターを使ってみます。以前視聴者さんから彫刻刀を使うと良いというナイスなアイデアも教わったのですが、それはまだ試せてませんので、今回は電気工具に頼って手抜き DIY をさせてもらいます。先端につけるのは直径 0.8 ミリの細いドリルの刃です。これで少しずつ削るように穴を開けて広げていきます。猿がおすすめのハンドルウターは概要欄に貼っておきますので、気に入った方は Amazon で購入できます。できました。100円ショップで売っているライター用補充ガスの先っぽが穴に無理なく入るか確かめてみます。毎度のことながら穴が小さすぎました。少し余裕あるぐらいの広さの方が補充作業をする際は安心なので、もう少しだけ穴を拡大します。できました。あっという間です。このようにガスボンベの先端が楽々入っていきます。今はガスは満タンなので入りませんが、これで繰り返し使うことが可能になりました。あとはせっかくついている吊り下げ用フック穴にカラコードをつけておけば完璧です。ロープなら何でも良いのですが、とにかく目立つ場所に吊るせるようにしておくことは、すぐにライターをなくす猿にとっては重要です。猿の動画にはよく出てくると思いますが、何にでもやっている簡単な編み方をご紹介します。うまくやるコツは、最初にどのあたりで折り曲げるかという長さなのですが、それは2、3回、練習でやってみればわかります。では早速結んでみましょう。ロープは50センチもあれば十分です。ライターのフック穴に1本を通して2つ折りにします。2本のうち1本折り曲げて映像のように重ねてください。この最初の折り曲げ方が一番思い出しにくいところなのですが、ここさえ思い出せれば、いつでもできると思うので、もう一度やります。このように折り曲げて重ねてください。そして、先端をつまんでる指を離して、もう一方の先端をつまみます。そしたらぐるっと上から回り込んで下をくぐらせて、今あるループに下から上に向かってくぐらせます。映像では、カメラの死角にならないよう手を持ち替えているので、かえってわかりにくいかもしれませんが、実は簡単です。ここまでできたら、両方の端を引っ張って、硬い結び目を作ります。この結び目が最初の起点になります。この結び目をよく観察すると、2本の両端のうち1本は縦、もう1本は横に向かって伸びています。縦と表現したのはライターの穴から向かってまっすぐの方向に伸びているという意味です。ここからは常に横に伸びている方をつまんで動かしますが、まず上から2本のロープをまたぐように反対側に出します。そしてもう1本の端につまみ替えて
上から下へぐるっと回り込んで、ループの下から上に出します。これをひたすら繰り返します。繰り返しになりますが、新しい結び目を作るときは常に横に向かって伸びてる方をつまんで始めれば、間違いにくいです。適当に繰り返していい感じになったら、余った部分はハサミで切って、ほつれたり、ほどけたりしないように、ライターで炙ります。炙りたての化繊のロープは熱いので火傷に気をつけてください。熱い間にマイナスドライバーなのでトントン叩いてやると、箸が広がってほどけにくくなります。これでライターも実践投入できる準備が整いました。いかがだったでしょうか？購入したキャンプギアは、一度自宅で開封して、自分なりに使いやすいようにしておくことが、キャンプ場に着いてからあたふたしなくて良い秘訣です。皆さんの何かの参考になれば幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方は、高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。